皆さん、おででごござざいいまます。ソーサーでございます。<laughs> とね、今日はねあの普通にあの、晩飯を食いながら <laughs> あの、配信をしてるわけですが別にこれと言ってあの物申すものはないんですけども今日はまあ一つ強いて言うのであればねあの、玉ねぎって体にいいよねっていうのでうんまねぎは美味しいですやっぱりうん。あの 私あの玉ねぎがすごい大好きで,で今日もあの一緒に住んでる相方に頼んで、ね、天ぷらやってもらいましたグッドです、ね、すごくグッドです、ね、めちゃめちゃグッドです大事なことなんで3回言いましたグッドです、ね、というわけでえっ、ー、とまあまあ先日ねあのー、まああおり運転についてあの私ツイッターであげたんですけども あの煽り運転の被害っていうのは、まああのなんですかね東名高速道路の,の事故、でもあのすごいね話題になって、もう煽り運転って危ないよね、命に関わるよねって言ってるのにもかかわらず、ものすごくまだ煽り運転をするおバカさんが結構います。で、あの私も2週間前だっけかね、2週間前にあの煽り運転の被害に遭いまして、ああ、これ、相方の手です。<laughs> はい芋です芋天ぷらですこれはね目の前にあるのは芋天ぷらねあのまあ、仕事まあ、訪問授業の方終わりましてあの家に家路に着いてたんですで気温もちょっと低くて路面凍ってたんですねまあ、国道だったんですけどもそれで赤いラインがあったのでまあ、そこをねカーブだったし道狭かったしっていうので徐行して。 乗ってたんですよ徐行したらあの後ろからねまあ高速乗ってる時からもうねビン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 煽ってきてた車なんですけどもカーブで凍結してるところで追い越し禁止のところで急にねブワーンとあの追い越しをかけてきたわけですよまあ私はそれびっくりしてまあ普通の人だったらねハンドル握る人だったらそれびっくりしたら普通クラクション鳴らしますよね,ねプーってね鳴らしたらねもう今度はねもう急もう急ブレーキ でで道塞ぐで私は一回よけたんですね避けたら今度はね追いかけてきて今度並走して幅寄せ片側に車線ですよ幅寄せしてで道塞いででまた私がよけてまた幅寄せしてっていうふうにで押し問答をやること大体2キロぐらいですかねうんやってたらもう完全に道塞いで後ろの車もね対向車もねもう通行不可能という状況になってね で運転手が降りてきたんですよ、ね。金髪の小太りの30代ぐらいの、あのー、クソガキって僕は言ってるんですけどそいつがね「あんたこらなんだこら!なんこら」って言ってくるわけですね。あのいやなんだこらなんだこらじゃなくてびっくりしたからこっちはクラクション鳴らしただけでなんでそれでブチ切れるのみたいな。あんたが悪いんでしょっていう話なんですけどもでそこで、あのー、なんかね。あのー 警察呼ぶのか警察呼ぶのかって僕はもう瞬時に車止まってたんで瞬時に百1番通報したわけですよ、うん、警察呼んだわけですね <laughs> 警察来るのか警察来るのかいやどっちが悪いか聞くべえ言うわけですよおめえだろうかって思ったんですけどねでそれでまあ奥さんらしき人も乗っててで降りてきてでまあドアもしで私窓絶対開けなかったんですけどもロ,あのロックしてだから奥さんが「すいません」みたいに言ってきたわけですね で奥さん悪いわけじゃないんですけどもあのー、僕はねその奥さんにね「ねふざけんなこの野郎」って、まあ、奥さんに言うしかないので「追い越し禁止のところでよ路面凍結しててカーブでよ」ってそこで追い越して「クラクション鳴らさないやついねえだろうが」ってね幅寄せしてよって今危険運転がさすごい問題になってんのになんでまだやるんだってふざけんなってこれで事故ったらどうすんだ ということを言いましてまあ警察来たわけですねで警察来ても結局あの証拠動画というものがないもんですからねあのー、結局のところはまあお互いお互いに注意っていう形で終わったんですけどもまああのー、こっからなんですよでまあ最初にそのね煽ってきた車が先にブーンと行って いや反対方向に行くって言っておきながら全然違う方向に僕が帰る方向と同じ方向にいたわけですねであのー、僕はあのパトカーのパトカーが最初後ろからついてきますんでって言ったんですけど僕は怖かったんで待ち伏せされてたらやだなと思ってパトカーの後ろついてきますって言ったのねそしたらね見事に見事に見事に大事なことなんで3回言いました見事に途中で待ち伏せしてましたで途中からまた追っかけてきたの。 でもパトカーはあのあのパトランプこう回しながら走ってたので、ね、あの僕はその後ろと淡々とついていく、ね、でやつも途中で気づいたんだろうね、途中で、ね、違う道に入ってあのそのままどっか行きましたけども、うん、あのまずい今の話で問題になってるのってまずね同乗者がいたわけですよ煽ってきた車には同乗者がいる奥さんでしょう、つまりねつまり同乗者、奥さん。ね 同乗者がいるのに対して普通にそういう幅寄せとかしてる。もしもぶつかって怪我したらどうすんのって考えないの。で感情任せで運転してるのさ。ねもうあのー、注意するためだとかなんとかってなんかいなんかナンクつけてるけどもで道路交通法を破ってねあの反対車線をねあの並走してね幅寄せして道塞いでねこれ危険往来の疑いもあるしね。 まああの危険運転っていうのはもう思いはあるんですこれねあの僕その後に、まあ東京に次の日から東京に出張で行ったんですけどもあのドイツでは東京のホテルで見たんですけどもネットでねドイツでは危険運転した男はあ男だじゃない危険運転をした者に対してはあの生涯免許剥奪っていうルールがあるらしいですね。 日本ももそうなって欲しいものですああいうやからはね、あのー、日頃ね道を我が物顔で走ってると何かあった時怖いですから本当に。で皆さん、あのー、もし、ね、これ見てるあの、あのー、方でねあのー、煽られたことがあるっていう方いたらグッと押してくださいね。で煽られた時の対処法はまず車を止める。ね あのドアはロックしてください絶対に外出ちゃダメ、うん、で,で男まあその煽ってきたやつが降りてきて何言ってきても必ず無視してくださいで煽ってきた車っていうのは必ず、あのー、自分をね煽ってきた車っていうのは必ず自分の、ね、乗ってる車のナンバーを覚えますということはどういうことかっていうと あとで見つけたらもう一回同じことやる危険性があるのでその胸を警察に言いましょう。で3つ目ドラレコ必要。でドラレコない人はあのー、まあこういうね動画とかに、あのー、ドラレコ代わりにこういう動画を撮ってても全然いいでしょうし何かあった時のために、うん、そういうことをする必要はあるなというふうに思いました。以上あの煽り運転絶対しちゃダメだよ、ねあそこのあのー、見てる人で 煽り運転したことあるとかねっていうやついたらおめえ絶対やめろよって俺は一言言っておきますよ以上ソーでしたご視聴ありがとうございました